る。そしていつかここを出たらあなたとマーキュレーに行くの。ごめん、ちょっと疲れたから眠るわ。ごめん、僕もここまでみたいだ。ごめん、でも自分の体だからね、わかるんだよ。君には感謝しているんだ。ラウルの代わりにエレナを励まし続けてくれてありがとう。きっとラウルもペタも感謝しているよ。君一人になっても絶対に諦めないで、僕たちの悲願を君だけでも生き延びて、チャンスは必ず来る。今の爆発は何だ。わからん、外のようだったぞ。確認を急ぐんだ。見つけましたよ。大丈夫ですか？今開けます。はい、もちろんです。あなたの所持品は途中で見つけてきました。さ、すぐに着替えてください。僕は他の牢を開けてきます。準備はいいですね。そろそろ行きましょうか。逃げられると思っているのか。くそ。おい、こいつらはすでに実験の終わった連中か。は、現在実験室にいる旅衆以外は全て終わっています。ならば死んでも構うまいな。なんだと。人数が少ない方が何かと便利だからな。皆殺しにしろ。実験室の旅衆を移動させろ。残りは抹殺だ。聞こえましたか。はい、全員助けてみせます。さっさと歩け。痛い、乱暴はやめてください。いいから来い。お前たちさえいれば実験は十分続けられるんだからな。フレーネさん、我が身が自由なら
彼女だけでも守れるかもしれないのに。できました。はい、私はどうすれば。はい、栄翔できました。はい、私はどうすれば。はい、できました。はい、私はどうすれば。はい、できました。はい、私はどうすれば。はい、栄翔できました。はい、私はどうすれば。はい、できました。はい、私はどうすれば。はい、栄翔できました。はい、私はどうすれば。はい、できました。はい、私はどうすれば。はい、これで終わりみたいですね。さ、早くここを離れましょう。港町トロックメアに船を用意してあるんです。あの、私も連れて行ってください。どこにも行くところがなくて。
もちろんですよね。ありがとうございます。各自で判断するのですね。ご注意を。これで、これでどうしますか。ご注意を。これで。少し楽になります。これでどうしますか。ご注意を。これで少し楽になります。
自で判断するので、ご注意を。来たな、レモス。コブスーさん、船は？これだ。あれ、一艘だけですか？すまんな、レモス。バルカニアとの戦争のせいで、ほとんどの船が軍に抑えられてしまったんだ。いえ、こちらこそ無理なお願いしてすみませんでした。いいってことよ。仲間じゃないか。それにしても、お前も苦労したな。楽じゃないが、とりあえず順調。戦争で自分の船を手に入れるのが長引きそうなところ以外はな。それじゃあ、コブスーさん、そろそろ。ああ、乗ってくれ。水や食料は少し多めに積んである。3人なら問題ないはずだ。あの、すまないけど、俺たちも乗せてくれないか。この船に10人、ちょっときついぞ。すまないな。俺がちゃんと酸素を用意できれば。どうしましょう。さあ、乗って。ありがとう。ラウルは？ねえ、ラウルはどこ？やっぱりそうだったんだ。もうラウルはいないのに、途中からなんとなく気づいていたの。本当はラウルはもういないんじゃないかって。ありがとう。あなたが励ましてくれたから。今まで頑張ってこられたわ。一人だったらきっと絶望に耐えられなかった。本当にありがとう。あなたが救ってくれた命、無駄にはしないわ。そしてラウルの分まで頑張る。あなたたちも頑張ってね。マスターは彼女の運命を変えたのです。使い魔の能力で彼女の運命が変わったのを感じました。これは遠見の一種でフェイトというのですが、マスターが他人の運命を変えた時にはそれを感じるのです。落ち着いたら彼女がたどるはずだった運命をお見せしますね。
すぐに船を出します。あの収容所に一番近いこの町が真っ先に調べられるでしょうから、みんな乗って。貴様らの屍が我が名を広めよう。ヒャー！ヤー！父ちゃんは？お父さん？死という勲章がまた一つ。お前らはボンクラか！リオスロック砦を落とす方法はないか！しかし、主翼兵団の力は思いのほか強く、また神出鬼没なため。だから、それを何とかする方法だな！一つ提案なんですが、砦攻めに固執するより、目先を変えてファンデルシア港を落とすべきではないでしょうか。あそこなら比較的簡単にですね。メンツを潰されたまま引き下がれるか。それに兵を割くことはできん。では私の隊がファンデルシア港を落としていきましょう。どうせ私は後方待機の身、大将殿にはご迷惑にはならないかと思います。千にも満たぬ兵で落とせるものならやってみろ。ありがとうございます。そこで一つお願いなのですが、バウアー傭兵団を私の直轄部隊として再契約したいのですが。聞かぬ名の傭兵団だ。そんな傭兵団など前線にいたか。リストによりますと後方警備の少数部隊です。弱小傭兵団か。その程度で落とせるというのなら好きにしろ。では触りなやつだ。少しぐらい活躍した程度でいい気になりよって。リヒトマンといい、ルードヴィッヒといい、自分の力を勘違いしているようですな。もともとリヒトマンはルードヴィッヒの部下。ファンデルシアで失敗すればルードヴィッヒの株を下げることになる。仮に失敗したとしても我々は痛くも痒くもありませんしな。そういうことだ。すごい嵐ですね。皆さんの体力が心配です。みんな、大丈夫ですか？大
丈夫。フレーネさん、すごい熱だ。やっぱり体力が衰えている人には辛かったのかな。すみません、この方が倒れてしまった。仕方ないですよ。ここは僕に任せて休んでください。僕は大丈夫です。それより、あの収容所で実験を受けてあなたの方が辛いんじゃないですか。顔色が悪いですよ。遺跡を回って天使を倒す方法を探るってことですよね。あなたの信念はよくわかりましたけれど、今はあなたの体調が心配です。絶対に無理は。マスター、こんなに消耗してるんだ。今は静かに休ませよ。とは言っても、この状況じゃ早く何とかしなくちゃ。一体どうすれば。どういうつもりなんだ。は？ルードヴィッヒ少将はデュリュクハイム切っての切れ者と聞いていたが、全く歯ごたえが感じられぬ。これはどうしたことだ。確かにいざ攻めてみると、やはりイグレジアス方面の兵と合流するまでの時間稼ぎかと。うん、私にもその考えはある。だが相手がルードヴィッヒなだけに万が一もあり得る。このまま敵国内に兵を進め、伏兵に包囲されれば補給線を断たれる可能性もありますからな。もし時間稼ぎだとしても、イグレジアス方面はすぐには終わるまい。ならばもう少し様子を見るとしよう。その子を頼むぞディクセ。その子は人類の希望となる。長老、この子は私の命に代えても守ります。さあ早く行け。奴は我々が食い止める。一人逃げた。まあいい、まずは書を探すことが先決。くっ、強い。さあ、そろそろ遊びは終わりにしようか。あとは頼んだぞ、ディクセン。くあ！お気づきになられたようね。私はイライザ、イライザ・メイフィールドと申します。一応説明しておきますが、ここはマーキュレー王国にあるメイフィールド家の別荘。あなたの乗った船が近くの浜に打ち上げられていたのです。大体のことはこのおチビちゃんとお連れのレムスさんに聞きましたわ。デュルクハイム軍を脱走してきたのですって。相当ひどい目に遭われたようですわね。でもここなら
ギュルクハイムと離れていますので、追っ手の心配もいりませんわよ。私はそろそろ下に戻りますが、あなたはもう少し休んでいると良いでしょう。お大事に。マスター、お加減はどうですか？なかなかお目覚めにならないので心配しました。